どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイト EC ナビから ANA マイルへのポイント交換の、全ルートね、解説やっていきたいと思います。まあ、というのもこのポイントサイト EC ナビっていうのは ANA マイルを食べる、ポイント交換のね、今のメインルートである、東急ルートっていうのがね開通してないですよね。ですのでまあ、今回ね全部のルート紹介いたしますので、まあ、ご自身にね合ったルートね選んでいただいて利用していただけたらなと思います。まあ、それではね早速行ってみたいと思うんですけども、全部で種類はですね4つルートがあります。で、普通にねまあ、必要なクレジットカードはあるんですけども4つルートがあって、ポイントサイト EC ナビっていうのは PEX を経由してT ポイントに交換することによって、まあ、キャンペーンをねずっとやっておりまして、一応ね1ヶ月間のキャンペーンなんですけどもずっと毎月ね開催されてまして、この T ポイントを経由して ANA マイルにね交換するとまた倍率が上がったりとかねしますので、こちらもね解説やっていきたいと思います。まずねこんな感じでバンとね全ルートね出させていただきますけども、PEX から、ワールドプレゼント経由の直接交換で 60%、PEX 経由の、ワールドプレゼント G ポイント JR キューポ永久不滅ポイント、ドットマネ、東急ポイント ANA マイルで JQ セゾンルート 67.5%、PEX ワールドプレゼント G ポイント JR キューポ永久不滅ポイント ANA マイルで 70%、PEX から、ニモカポイントで ANA マイルで 70% ということで、まあ、こちらはね、メインの4つのルートっていう風になっております。こちらに出てるね表の、赤い矢印の部分なんですけども、こちらは別途ね、必要なクレジットカードが、まあ、必要になるっていう感じですよね。まあ、このポイントサイト EC ナビから交換する場合なんですけども、まあ、基本的に全部 PEX に交換してからっていう話になるんですよね。というのもこの PEX っていう会社はこれ EC ナビとね同じ会社が運営している、まあ、ポイント交換サイトっていう感じになってまして、ですので EC ナビからねポイント交換する場合は、まあ、全てね PEX を経由して、交換するっていう形になっていきます。まずはじめにですね、PEX から、ワールドプレゼント経由の直接交換で、60% っていう風になっておりまして、まあ、こちらのルートなんですけども、こちらはですねワールドプレゼントっていうポイントが真ん中に入ってますよね。このワールドプレゼントっていうのはこれ三井住友カードの、ポイントなんですけども、通常ポイントとボーナスポイントっていう風に三井住友カードは分かれてるんですよね。でこちらのポイントは、まあ、今日紹介してるの全部そうなんですけども、こちらはボーナスポイントっていう風になりますんで、まあ、その点はね覚えておいていただいて、見ていきたいと思います。でこちらのポイントのルートはですね、まあ、非常に分かりやすいっていう感じで、本当に、まあ、PEX からワールドプレゼントで ANA マイルっていうことなんで簡単でシンプルですよね。ですけどもちょっとね直接交換っていう感じになってますんで、まあ 60% っていうね交換率ということで、全部のポイントのね交換率にすると一番低いポイント交換率っていう風になります。ですけどもやはりねポイント交換の日数が短かったりとか交換する回数がね少ないので、まあ楽っちゃ楽ですよね。まあ、ですけどもまあこちら仮にね表に出てるのこの1万ポイントっていうのはPEX のポイントですので、こちら1000円分のポイントなんですけども、こちら 60%、600マイルにしかね、なりませんので、まあそういう意味ではね、ちょっともったいないかなっていう感じなんですよね。で、移行期間とかね、交換率とかそういうのはちょっとね、こちらの、表ね、出しておきますので、まあこちらね、スクリーンショット撮っていただくとか、まあそういう感じでね、見ていただけたらなと思います。交換完了の目安としてはね、8日程度ということで、まあかなり短いわけなんですけども、やっぱりね、交換率がまあ少ないっていう感じですね。で、こちらは、まあ一応ね、必要なクレジットカード入ってないんですけども、まあこちらはね、基本的に ANA の三井住友カードが発行している、まあ、クレジットカードっていう風になっております。続きまして、JQ セゾンルートですね、67.5% ということで、まあ、こちらね表を見ていただければね分かる通り、かなりねポイントを経由しますよね。うん
全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ということで、まあ、かなりね、ポイント交換をして、まあ、ANA 周りに交換するっていう感じになりますよね。でこちらは、JQ セゾンルートということで、JQ カードと ANA 東急クラブ級カードがね、必要になるっていうルートになります。まあ、こちら見ていただければね、わかると思うんですけども、交換回数はかなり多いのと、日数もね、だいぶかかります。で、こちらね、表を出しておきますけども、交換目安でね、1ヶ月程度ね、かかるルートとなっておりまして、その代わりね、交換率は 67.5% ということで、まあ、先ほどの 60% に比べると、ちょっと良くなってますよね。まあ、このルートはですね、まあ、交換回数がねすごい多いんですけども、まあ、ちょっとしか良くなってないんで、まあ、おすすめかどうかっていうとね、また難しいところではあるんですけども、一応ね JQ セゾンルートっていうのはこのルートっていう風になっております。で先ほど同様ね、交換日数等々はねちょっと表の方を見ていただいて確認していただければなと思います。でこちらはドットマネーからね東急ポイントを経由しているということで、上限がねドットマネーから東急ポイントまでが、月10万ポイントっていう風になってますんで、一応上限はね、まあ、かなり高いですけどね、10万円分のポイントっていう風になっております。次にね、JQ みずほルートですね、交換率 70% という風になっております。まあ、先ほどの、JQ セゾンルートと途中まで一緒っていうルートになってまして、永久不滅ポイントからANA マイルに交換する武器にですね、先ほどはドットマネーに行ったところを ANA みずほマイレージクラブカードを利用することによって永久不滅ポイントから ANA マイルにね直接交換することができるようになります。こちらだと、今日紹介しているルートの中で、ね、この後紹介するねニモカルートと、同じね交換率で交換することができます。で、交換目安もね、まあ同じぐらい、まあ1ヶ月以上ねかかるルートというふうになってまして、まあ必要なクレジットカードは、先ほどのね、JQ セゾンとね結構似てるんですけども、JQ カードと、みずほマイレージクラブ ANA カードがですね、必要になるっていうふうな感じになります。次に、ニモカルートですね。交換率 70% の交換ルート。じゃあ、ペックスから、ニモカポイントっていう、ポイントに交換して、ANA 周りに交換するルートになっております。で、こちらは、ANA ビザニモカクレジットカードが、必要っていう風にね、なる、ルートなんですけども、まあ、こちらの詳細もね、見ていただければね、わかると思うんですけども、こんな感じになってるわけなんですけども、こちらのニモカルートっていうのは、こちらね、個別に動画一回ね、一本作ったんですけども、こちらはネットで交換が完了しないルートなんですよね。パッと見ていただくと、今日紹介したね、ルートの中では、とてもわかりやすい、プラス、交換回数も少ないルートで、すごいね、おすすめのルートではあるんですけども、インターネットでポイント交換がね、できないんですよね。ですので、こちらは、対象のあるね、このニモカの機械がある、九州とか北海道とかでもね、行かなきゃいけないんですよね。まあ、行けば、ポイント交換上限とかもないので、すごいおすすめなんですけども、関東とかにね、住んでる人からすると、これね、わざわざ飛行機とかに乗ってね、行かなきゃいけないんで、まあまあ厳しいですよね。っていうルートになっております。で、次にですね、冒頭に説明した、T ポイントを、経由したね、ルートになるんですけども、で、こちらはね、そのキャンペーンで、EC ナビポイントプレゼントということで、ポイントサイトから PEX を経由して T ポイントに交換すると、500ポイント、交換手数料かかるんですけども、そちらがまずポイントバックします。プラス 4% をね、ポイントバックしてくれるということですんで、こちら上限がね、2万ポイントっていう風になってますんで、まあ、こちらのルートを組めば、まあ、実質ね、ポイント交換のね、ポイント倍率が、まあ、上がるっていう感じになるんですよね。先ほどのね、JQ セゾンルート、JQ、みずほルートですね、こちらの T ポイントの方に加えると、こんな感じでね、出ますので、まあ、こういう感じで交換ルートを組むっていう感じになるんですよね。まあ、先ほどと同様なんですけども、1ヶ月以上ね、このポイント交換ルートかかりますんで、まあ、さらにね、
ポイント交換のね、まあ、手間が増えるんですけども、まあ、ポイント倍率はですね、JQ みずほルートの場合は 74%、JQ セゾンルートの場合は 71.5% までね、ポイント交換率を上げることができますんで、まあ、個人的にはですね、ポイントサイト EC ナビを利用しているのであれば、この JQ みずほルート、もしくは JQ セゾンルートをね、利用するのが、まあ、一番おすすめっていう風になってるわけなんですよね。で次にね、このポイントサイト EC ナビの T ポイント経由のね、条件、こちらキャンペーンなんで、この 4% のポイントバックと、手数料、交換手数料ね、もらえるこのキャンペーンの達成上限なんですけども、まずね、毎月ね、こちらのキャンペーンにエントリーをする必要があります。でこちらで EC ナビのねサービスを2件以上、利用するっていうのがね、条件っていう風になってますんで、この条件を達成すると、まあ、このね、ポイントバックと手数料ポイントバックがね受けることができますんで、ポイントサイト EC ナビをね、メインで、使われている方であれば、まあ、ぜひねこちらキャンペーンね応募していただいて利用していただければなっていう感じなんですよね。まあ私自身ですね、このポイントサイト EC ナビの、対応とか Twitter のアカウントとかにね、このポイントサイト EC ナビの人っていうのはいるんですよね。ポイントサイトを利用していく上で、まあ、一番ね肝となるのはやはり問い合わせ、もしポイントサイトを利用してポイントがつかなかった場合の、調査をお願いするわけですけども、まあ、こういう部分でもやはりこのポイントサイト EC ナビねすごい対応がいいので、まあ、私はね個人的にかなりお勧めしているポイントサイトなわけなんですよね。いかがだったでしょうか。今回はですね、ポイントサイト EC ナビから ANA マイルへね交換する全ルートをね紹介させていただいたわけなんですけども、最初に出したねこの表なんですけども、まあ、今回はまあポイントサイト EC ナビからっていう話をさせていただいたんですけども、まあ、こちらのどっかのポイントにね引っかかる部分があるのであれば、まあ、このルートはね利用することができますんで、まあ、私がね今メインカードでね利用させていただいているエポスゴールドカードをね今メインでね利用させていただいているわけなんですけども、まあ、こちらのポイントもね、ゆくゆくはね今はエポスゴールドカードなんですけども、まあ、ゆくゆくは JQ エポスにね切り替えるつもりなんで、 JQ エポスのポイント JR キューポからね途中で入れて、そこからまあこのポイントルートにね利用することもできますんで、今後ね分からなくなった時にねぜひねこの表スクリーンショットでも撮っておいていただいて、確認してみていただければなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。